タマガイカは、クリガイアカ、タマガイアカ、トミガイアカ、フクロガイアカなどで構成される、軟体動物の巻貝の仲間である。このトガに属する貝は、三上期末期から、十楽期初頭頃に、初めて発生したと考えられており、現在、世界中に260種から270種ほど生息していると推測されている。タマガイカの貝は、主に熱帯地方に分布しているものの、 北極海や南極海にも分布している。タマガイカの貝は砂の基盤に生息しており、貝によって長艦隊から水深数千メートルの深海まで様々な水深にて生息している。タマガイカの貝はすべて肉食性で主に巻貝や二枚貝などを捕食することが知られており、捕食された貝殻には外側が広く、内側が狭い皿状の穴が開いていることが確認されている。 大きさは小さいものは5ミリメートル、大きいものは約100ミリメートルまでであり、ほとんどの種類の大きさは3から4センチメートルである。特徴として、栗貝ガイは、殻が薄く、玉川、蓋が石灰質、トミ族属は、殻は厚く蓋は角質、袋貝族属は、角質は薄く蓋は小さいか大化している。夜行性の種類が大半で、夜に砂の中を活発に這い回る。 産卵期には、砂茶碗という茶碗をひっくり返したような形の玉替え家の貝の乱納が砂浜で見つかることがある。ありがとうございます。